ベルーナドームに野球を見に行ってきました。 Vlog。 その前に腹ごしらえ。もちろんベルーナドームから徒歩3分のところにあるライオンズファンの聖地でもある狭山食堂さんで腹ごしらえ。中チンファミリーのおすすめは長崎ちゃんぽんと生ビールとレバニラ炒め。最高に美味しかったです。さてさて、試合の方ですが、銀次郎選手は試合に出ず、11連敗へ向けてまっしぐらということで、はい、天国天国、めっちゃチャンス。200円1回だった。いけると思うけど。いけ。お前そこ大丈夫か？ああ、全然開かなかった。お、いいね。あ、いいね。さ、頼むよ。頼むよ、銀ちゃん。来い！お、来た！一撃やん。おめでとうございます。いや、これはとりあえずバランスキャッチを狙ってみよう。バランスキャッチしないね、これね。完全に、いや、とりあえずどういう動きをするか。200円でグインだね。これやばいね。これヤバタニアだね。ね、そしたら寄せて、うわ、ここまでしか言わない。左の可動制限、ここ。これで左に振ってくれればいい。OK。なんかもうなんか人気ないみたいになってるじゃん。あと夏の。これワンチャンちょっと最短狙って。あれ、謎完売してる店舗落ち。いや、後ろ下がるのか。はい、何も起きないのに。そしたら多分右側に置いてもらって左に寄せて落とすのが一番早い。これは取れない。これは動くと、あー、ダメだ、死んでる。あー、助かった。こんな感じだね。次で落とすよ。任しとけ。お止め、誰が落とす？はい。これ取れなかったら、どうだ？ういっ！ういっ！次が僕。この左が邪魔なんだよ。テイラさんがちょっと邪魔。来た。よっしゃー。待って、これちょっと熱いから。同じ YouTuber のテイラさん。ほら、バイー、課金課金やる気。ここ、ちゃぶ台するだけだから真ん中にして、うん、はい、お前ら情けねえな。ちょうどいいよ。入ればいいけど、入ればいいけど、入ってる、いいんじゃない。はい、粘る。その粘りをピッチングに生かしてほしい。もうちょい置けていい。魔法の湯。さっきよりはいいけど。
オーケーいた。手前に手前に転がしてこないんだな。これでいいの？これで。あ、やめて。あ、うわうわたっちゃん頑張れ。最後までご視聴ありがとうございました。頑張れライオンズ、頑張れ住谷銀次郎、頑張れ西川真奈也。それでは次回のクレゲ動画でお会いしましょう。バイバーイ。